うん、ティキはねもうあの配送してもらうことにした。あ、そうなの。うん、でティキバッグ買わなきゃいけないから。あ、ティキバッグ買うって言ってたじゃん。でもティキバッグ買うって言ってたじゃん。テキバッグ、テキバッグ買えば済む話だよ。うん、うん、買わないんだ。うん、今のところ送っとらんことにした。あ、そう、うん、俺の持ってきたリモアは今こういう人形と持ってきたテキでいっぱいになっちゃうじゃん。俺持ってきたテキ、なんでテキ持ってるの。俺そんなに、ね、あれにそんななんか守り神的なものを本当に抱いてないから。あ、そう、うん。大変なんだよね、海外行くたんびにでっかい敵持ってこなきゃ。だから自分で作っちゃったカスなんだよね、俺ね、うん、俺はでかいとこ行くにもでかい敵持ってくる、ね、なんでって思うけど、もうしょうがないね、自分で決めたルールだ、決めちゃったルールだ。なんかああいうゲンチャリみたいなのもレンタルしてるじゃん。うん、ああいうのも乗ってみたいなと思うけど、あれはさすがにちょっと危ないよね。あ、でも気持ちよさそうだね。お互いカラカウア通り、ゲンちゃんの乗ってた時期あるよね。かぶってるっけ。いや、俺が俺はずっと乗ってたけど、俺一瞬乗ったの。乗ってたよね、うん、ズーマ。ん、それニックネームだよね、日村さんの。そうね、言うたよ。日村ゆうき、あだ名ズーマ。ズーマっぽいじゃん。そう、うん、いや、あの、あってたズーマ。俺ジョーカーね。ジョーカーね、あだ名っぽいじゃん。ジョーカー。一瞬の、あの2人とも乗せたことあったね。俺抜群の西尾さんにもらったんだ。そうだね、なんか盗まれちゃって新しいの買ったら出てきたからっつって、うん、そう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 。まあでもゲンチャリはゲンチャリでまたいいよね。いや気持ちいいよ、うん、ぶっちゃけやっぱオープンカー気持ちいいし、バイクも気持ちいいんじゃない。そうだね、その辺ね。でもセックスが一番気持ちいいんじゃない。比べると気持ちいいが違うわ。いや言ってくれないと俺こういうこと言っちゃう人じゃん。じゃんじゃないよ、うん、お、モアナサーフライだ。日本人のほら、ウェディングの、日本人のウェディングの、やっぱいっぱいいるよね。さっき見も見たな、ね、ハワイ挙式いいね、うん、設楽さん新たでしょ。新たでしょ。いや、俺あの新婚旅行で来ただけで。ああ、さ、新婚旅行か。うん、披露宴とかだって出たじゃん。もう出てたね。あの日本でやってる。秩父の行ったね。うん、秩父とハワイやっぱさすがに、まあ秩父もいいとこだけど、ちょっとハワイには負けちゃうかな。なことない、なことない。良さが違うからあまりにも、ね。ありがとう、なんかそう言ってくれて。相模原はボロ負けだよ。だから本当にボロ負けだと思うよ。でもいい交差点だよ。なんだっけ、なんとか五差路だっけ。それじゃなくて、あ、違うの。イオンがあって、うん、夢アンテレストランがあって、あ、山田うどんがあってみたいな。あ、なんか高速の折り口みたいな。ザーザーでびっくりドンキあるみたいな。この交差点行きゃ何でもいいな。あ、そういうのがあ。それが自慢。自慢。足元にも及ばないね、ハワイの。ないじゃん、ここ。夢やんねえし。うん、ああ、海だ、海沿い。そういう海。うん、出た、ダイヤモンドヘッドあるよ。え、ダイヤモンドヘッド。このもう、どこ見たってかっこいいな。ね、結局。この先にあるんだ、こっちの、この。ファーマーズね、奥の方にあったね。どんな、うん、もうどんなもんがあるんだろうか。ファーマーが作ったものが食えるファーマーさん、また 社長がなるんじゃないの。ファーマーです。いやファーマーです。社長っていい意味だな、これ。ファーマーズマーケットのファーマーはファーマー、そういうファーマーなの。まあ農家とかみたいな。うん、ああ、そうか、農家ってことか。野菜とか売ってんじゃない。ああ、なるほど。ああ、今、なんかファーマー人の名前だと思ってる。うん、いや、人の名前じゃないと思って。結構世界中にあるから、うん、何かなと思った。ファーマーって。でも、アーノルド・ファーマーみたいな人が来るんだよ。ファーマー。いや、すげえな、こんなところ。あの、毎回、ハワイ何回か来てたけどさ、初めて車こうやって運転するけどさ、レンタカーあったら便利なのかなと思うけどさ、楽しいね、うん、自由にこうやって行けるっていうところはあれだね。ね、こんなところ通る。
何この感じ、ドライブだね。ちょっとそうですね、歩くドライブいいっすね。ちょっとね、ドライブしつつのファーマーズマーケットなんじゃない、うん、すっごい。俺この前のさ、グアムで乗った、グアムじゃねえか、サイパンかな、四輪バギーあんじゃん、はいはいはい、面白かったね、あれ。俺あれから四輪バギーに乗りたくてしょうがなくていや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 、あれって秩父とかありそうだろうね。いやいや、あの例えばだけど、うん、あれって北海道とかで牧場やってるみたいな乗りに俺がなってりゃ、そこの敷地内ビンビン遊びで行ってみたいな、できるってことですか。いや、いいよね、ファーマーズしたらすげえ。まあね、俺が野菜作ったりしたらね。チャリンコっつうのもいいな、この気持ちいい中。ほら見て、これ最高だね、これ最高そうだね。疲れるだろうな、でも。いやー、ちょっとなんかこのまま日本帰れねえかなと思うぐらい、この車で ね、気持ちいい。お、なんか到着の匂いがしてきた。すごい人だね。ね、まあ、朝まだ10時ぐらいなのにね。ファーマーズマーケット。さすが朝市だね。ね。週1回、毎週土曜日にやってる。あ、そうなんですか。観光名所みたいじゃない。わあ、なんかすげえな。おお。あ、お店いっぱいあるね。そうね。テントを張って。ああ。ここで朝飯ってことですか。そうですね。これ相当うまい。